匠、やっぱ何書いたらいいかわかんねえ。なんであの師匠、師匠じゃねえや、資料ないんだよ。何の師匠のこと言ってんだ。間違えた、資料。師匠と資料めっちゃ間違えちゃう。ああ、英雄さん、おいらの仕事の悩みを聞いてくれよ。実は俺ら仙台勇者アルバンの活躍を資料にまとめる役をね、任されてんだけど、どんなこと書けばいいかわかんなくて、俺あの人知ってるからいけるぜ。とりあえず参考になればと思って、初代勇者や先々代勇者の資料を探したんだが、これが借りられっぱなしでさ、誰が借りてんだ。しかもその借りたやつがどうやら千年も前に地上に行ったきり、帰ってないらしい。誰だ。英雄さん頼む。オイラの代わりに地上にいて勇者の資料、アシュレイの書とアジールの書を取り返してくれないか。いいよ。あ、なんだろうこれ。え、待って、像もらえたりすんのかな。おお、やってくれるか。オイラは地上に行けないからありがてえ。そんじゃまずこいつを渡しとく。あ、天使の資料カード。何、図書カードみたいなやつこれ。その天使の資料カードは大事なものから使えば、資料を借りたやつが今どこにいるか、わーっとそれわかるんだったら、お前行けや。さっき使ってみたら場所は記されたんで、一応生きてるらしいが、なんたって相手は千年も転生郷に帰ってない変わり者だ。簡単に返してくれないかもだけど頼んだぜ。全然仕事しねえやつなんだな、千年も地上に降りてるやつ。行くか。一旦元の世界に戻ってたな。何についてわかるんだろう。あ、うん、ヒースフィム、レンダーシア、ココラタの浜辺。あ、オッケー、ヒースクリフみたいなやつだ。フィムフィム、あ、いた、あれか、あいつか。おーい、フィムフィム。ん、なんか旅芸人みたいな感じだな、お前。どうも。え、私が天使じゃないかって。ご冗談を。もうどうでもいいか。なんだって、どうしたの。よくわかりましたね。私は確かに天使です。それで私に何か用ですか。借りた本返してくれ。ああ、返してくれ。アシュレイの書とアジールの書。ああ、あの勇者を堕落させる悪魔の本ですか。うん、あの勇者を堕落させ、なんて、ね、あれは千年くらい前、私の手で燃やしました。あれを見たせいでアルバム、ん？どうしてもあの本を読みたいのなら、千年前に行くしかありませんね。そんなことは不可能ですけど。行くしかねえな、これ。え？ヒースフィムっているか？千年前に。いずこよ、ヒースフィム。ここにはいねえか。ん？他あったかな？それっぽい場所。グランゼドーラ城。一旦外出てみるか。外を出て、外いるか。待って、どこだ。城かな。ここは？あ、いた。ヒースフィム、いた。千年後からやってきたぜ。ヒースフィムフィム、どうも。アルバン、なぜあんなことを見せちゃったんだもんね。どうも。え、私が天使じゃないかって、ご冗談を。それは天使の資料カードですか。バレては仕方ない。私は確かに天使です。それで私に何か用ですか。くれ。とりあえず、くれ。本、くれ。あなたはあの勇者の歴史書、アシュレイの書とアジールの書を回収しに来たのですか。そうですか。実はアシュレの書は今ここにあるのですが、アジールの書はアルバンに貸したままになっているのです。アルバンはかつて勇者の覚醒を成し遂げることができず、深く悩んでいました。あ、そうなんだ。え、ここでアルバンの深掘りあるんだ。導きの天使としてその姿を見ていた私は、打開のヒントになればと思い、転生郷にあった勇者の歴史書を彼に見せ、お前見せちゃったんかい。本当はダメじゃないの、こういうのって。のど。ところがアジールの書を読むと、にわかにアルバンの顔色が変わり、彼は本を持ってどこかに行ってしまったのです。その後すぐアルバンはどういうわけか覚醒を成し遂げましたが、その行動はどこか危うさを感じさせるような、なんだろうね。
そして最後には不死の魔王討伐のためその居城に一人で乗り込むという無謀な選択をした。きっとあの本のせいだ。まあアジールが犠牲になったってのを見たし、どうなんだろうね。もし彼が持っていたアジールの書を持ち帰ってくれたのなら、このアシュレの書を渡しましょう。もしかしたらグランゼドーラ城の彼の部屋にまだあるかもしれない。その辺から探してみてはどうでしょう。あるかな。妹ちゃんが持ってるかな。ここかな。あるかな。あ、ヒューが本棚にアルバンの日記を見つけた。あれ、これじゃないな。ん、あ、これか。謎の銀融詩人から借りてきたこのアジールの書には信じられないことが書いてあった。グランゼドーラ建国の父と伝えられている勇者アジールは、なんという大魔王バルザードと相打ちになって死んでいたというのだ。あ、後世にそういう風に語り継がれてんだっけ。そしてこのグランゼドーラ王国は勇者アジールの死後、メルザインという男が建国したものらしい。メルザイン、あれ、あの日記の人だっけ。グランゼドーラは勇者によって建国されたという言い伝えもその男が言い出したことだとか。これが本当なら今の王家は勇者の血を引いていない。僕が覚醒できないのは、あれ、ん、あれ待って、今の王家って勇者の血引いてないの、あれ。この本によればメルザインは国を建てる際、王家の墓に潜む亡国の記憶という得体の知れない存在に力を借りたらしい。あ、王家の墓に行くのかってなると決めた。王家の墓に行って亡国の記憶にアジールの書を突きつけ、王国の真実を聞き出してやる。聞き出したんだろうな。どうやら王家の墓に、あー、こう王家の墓に行くんだ。了解。聞いたけども、あ、結構、あー、やっぱりそうだ。あの位置はそうだね。あの位置はそうだ。あそこにあるのはあの、あれだよ、あれのあれの場所だよな。レオーネのと一緒にアジールを教えてた人。棺の中身は空っぽ、うん、空っぽだね。めっちゃ空っぽだね。うん、ほとんど欠けてんだよな。うん、ここも欠けてる、こっちも欠けてる、こっちは、こっちもダメだから。うん、じゃあここか、行くか。めちゃくちゃ光ってもんね。どこからともなく声が聞こえる。僕の眠りを妨げるのは誰だい。僕は、そうだね、亡国の記憶とでも名乗っておくよ。え、勇者アルバンがアジールの書を持ってこなかったって。ああ、ずいぶん前だけどそんなこともあったね。この本に書いてあることは本当かってすごい勢いで問い詰めてきたよ。その話は王家のある秘密と深く結びついているからあまり話したくはないんだけど、ただ僕は君が持つ並ならぬ気配に興味があるんだ。だからここは交換条件といこう。まあでもよく考えてみるとさ、あれじゃん、俺たち主人公もさ、別に王家の血引いてないけど持ってるもんね。僕と勝負してほしい。そして君が勝ったら詳しい話をするよ。どうかな。お願いします。いい返事だ。それじゃあ君の力見せてもらうことにするよ。あれ、何、俺戦う、あ、何、あ、そういう、あ、俺戦う感じね。え、誰ん、あんた誰。まあ、強いでいくけど、はい、どうも。うん、ん、誰、あれ、どちらさんだ。でもなんか、あ、ギガスラとかやってくれ。よいしょ。地味に範囲広い地味に広いんだよ、あれ。嫌になっちゃうぜ。よいしょ。さあ、みんな固めるぜ。で、どうせこの感じだとギガデイン放ってくんだろう。大麻の鏡だ。
離す。おっと、なくなってる。よいしょ、ゾーン。オッケー。防寒領域。あ、領域展開。だな。逃げるでね。チキショ、お前、こっち来い。お前、こっち来い。あ、そうだ、そうだ、そうだ。ここ、ここ。おら、行くぜ。よいしょ、よいしょ。光耐性下げてやったぜよ。天候。天候、天候。よいしょ。マヒャドギ。よいしょ。よいしょ。さあ、いつでも呪文やってきていいぜ。あ、ギガスラクは。あ、いや、当たるんだよね。広くない?本当にあいつ。よいしょ。で、待ってくれ。ないんだよな、かといって、俺使う。特技が。よいしょ。炎耐性下げて、ビッグバンとかだもんな。すごい力だね。あれ?なら、これでどうかな?あれ、待って、この声。あ、待って。お前、それ言うってことは、ほら、雷光一閃?うわ、待って。え、待って、勇者の剣舞。怖い。やめて。あれ、ね、やっぱアジールか、この。アジールっぽいな。ブレードカードいらして。怖い。やばい。ちょっと、一段階上げてきてる。怖い。待って、一旦。ごめん、レクタリスごめん。一旦。あの、盾じゃないと怖い。殺した怖い。本気出してきやがった。ちょっと待って。一旦守り固めよう。一旦みんな怖い。この人怖い。ちょっと待って。いらーい。これ全体に来るのが嫌だな。作ると。おら、みんなの固めて、ギガスラッシュ来たね。これ避けらんねんだよな。広いもん。あいつ広いもん。ちょっと待って。いや、えぐいって。よし、おら。力の盾。よし、やっといて。こっちの、あ、待って。ギガデンやってきてる。タイマー。あ、よし、跳ね返した。いいよいいよ、跳ね返してる。よし、天候。よし、天候やって、あ、守備力上がってんな。覚醒し、なんで?それ以上強くならないで、やめろ。怖い。あ、これ片手剣にしてよかったかもしれない。アイギス、まだだ。やべ。体しびれてる。あれ、麻痺なかったっけ、俺、麻痺耐性。さ、アイギス。やば!待って。怖い。この人怖い。待って、この人怖い。待って、活性。活性やっといて。あ、受けるダメージ多くなくなってね。いいよ。いや、マジで。え?てか、ここにボイス用意されてるってなんだ?ここにボイス用意されてんの、なんか怖くない?え、何?めちゃくちゃ大事じゃん。あ、ゾーン入った。やった。よし、来た。おい!みんな、ここに集まれ!おれ!よし。さあ、皆様方、やっておしまい。あ、やめて。今までやられたすべてここにぶつけなさい。タイマーの鏡もう一回やっときましょうね。やめて、押し出さないで。やめて。俺がせっかく張ったのにやめて。やめてください。さすがだね。うん。これが君の力なのか。うわ、お前、待って、ここにボイス用意されてんの。何？終わっちゃった途中で。え？クエストが進んだ。ちょっと待って、一旦録画切り替えるな。あ、やっぱこれ、待って、アジールだったの。あれ、配置違うな。そう考えると僕の負けだよ。君の恐るべき力は盟友の力をベースに様々なものを取り込んでいるのか。まさに化け物だね。ひどい言われようだなと思ったけど、でもそうなんだよな。レベル上限解放でも人間じゃねえし、100レベル超えたあたりからもう俺たち人間じゃねえかんね。本当にね。で、神々の力ももらった上に、ねえ、いろいろパワーアップいろいろやってるからね。さて、アルバンの話だったね。アジールの書の内容を問い詰めてきた彼に、僕はあえて意地悪を言ってみた。その本の内容は真実だ。君はアジールの血を引いていないから、覚醒はできない。大魔王討伐は諦めろ。そうしたらアルバンは絶望するどころか笑顔でこう言ったんだ。なら覚醒なしで大魔王を倒すってね。うわすげえな、アルバン。そう言い放った次の瞬間、アルバンは勇者の覚醒を果たしたんだ。へえ。
かっこよ。あいつかっこよ。まあ勇者の覚醒は気の持ちよってね。覚悟が決まったことで勇者の力を使えるようになったのさ。まあアジールも、そっか。まあ、あの場面は覚悟、まあ覚悟を決めたっていうか、力が欲しいって望んだ瞬間に確か力もらってるからね、アジールも。そもそも彼は勇者の血を引いてないわけじゃない。グランゼドーラ初代王メルザインは勇者アジールのいとこ。その後アルバンに勇者の力の使い方や剣技なんかを知ってる限り伝えたんだ。なんか師匠になった気分だったよ。うわ、そっか。へえ。え？アルバンが持ってきた勇士歴史書は持ち主のところに返したいから、今どこにあるか知らないかって。ああそっか、あれは借り物だったね。その本実は僕が預かってるんだよ。今探すからこの後もう一回話しかけて。え？わざわざもう一回話しかけさせるってムービーがあるのか。あ、なかった。はい、これがアルバンの持ってきた本、アジールの書だよ。ありがとう。え？僕の生きた時代の出来事が客観的にどんな風に見えていたか興味があってね、無理を言って貸してもらったんだよ。そりゃ気になるさ。大魔王襲来の動乱の時代を治める前に死んでしまった勇者アジールは他でもない僕自身だからね。やっぱそうか、めちゃんこ強かったぜ。いや子供だって、こんなちっちゃい子供がさ、大魔王相手に戦わされてねえ、担ぎに担ぎまくれまくられた挙句、大事な師匠を自分の母親に殺されたからね。勇者との相打ちで大魔王が倒されても魔族の侵略は止まらなかった。奴らの勢力はほぼ無傷で残っていたんだ。ああ。一方で魔族に対抗するはずのゼドラ王国は勇者を失い、盟友は処刑され、女王も死亡。その後は大混乱のうちに滅亡していった。そうだね、ゼドラ王国は滅んで、その基盤の上にグランゼドーラが成り立ったんだよな。もはや世界が滅ぶのは時間の問題。そんな絶望的な状況に立ち上がったのが僕のいとこであり初代王のメルザインだよ。メルザインは混乱する人々を結束させ、新たな国を作り、時間をかけて魔族の勢力を退けた。それがグランゼドーラさ。だから、まあそうだよね、グランゼドーラはそうだよな、結局ここにゼドラの名前も残ってんだもんね。時は流れ、再び世界の危機が訪れた時、彼の血筋から次の勇者が生まれ世界を救った。こんなに嬉しいことはないよ。この本がアルバンを惑わせたって。僕から見たらアルバンは出会った時から勇者の中の勇者って感じだったよ。もし彼を勇者としてふさわしくないと感じる者がいるなら、その人が間違ってる。先代勇者の僕が言うんだから間違いないさ。だから、そうだよね。行った結果的には、英雄としてふさわしくはなかっただろうけど、でも、勇者としてはもう、まさしく勇者だったってことだもんね。本の持ち主に伝えてくれ。君がこの本をアルバンに渡したおかげで、彼は勇者として覚醒し、世界は救われた。アルバンもきっと感謝している。本当にありがとう、と。そっか。アジール、自分の母親のことはどう思ってたんだろうな。ヒースヒースヒース。帰ってきたよ。はあ、私は導きの天使失格だ。あ、導きの天使だったんだ。アルバンに道を誤らせて英雄失格にしてしまった。ああ、そっか。ヒースフィムに、アジールの書を見せて王家の墓で会ったことを話そうか。ヒューがヒースフィムにアジールの書を見せて王家の墓で亡国の記憶に聞いた話を聞いた。そうでしたか。
彼は道を誤ったわけではなかったと。それならよかった。彼に感じるようになった危うさも、むしろ迷いを振り切ったゆえの彼本来の奔放さの現れだったということか。私は英雄候補に接触してはいけないという導きの天使の禁を破り罪を犯しましたが、勇者と人々のためになったなら本望です。まあそうだよね、結局そのおかげで世界は救われたんだもんな。ではアジールの書を持ってきてくれたので、お約束通りアシュレイの書をお渡しします。少々は、ああ、そういえばアシュレイの書の方は読んでねえよな。カバンから一冊の本を取り出した。これが勇者の歴史書のアシュレイの書です。どうぞ受け取ってください。アシュレイの書か。それとこれも持って行ってください。私がまとめた新しい勇者の歴史書、アルバンの書です。私は天聖教の誰よりもアルバンに詳しい。彼の歴史書を書くなら、私が一番うまく書けますから。あれじゃあいつの仕事なくなんね。ああ、最後のページに何か書き加えてヒューガにその本を渡した。何書いたんだろうな。これ大事なもの調べたら見れるかな。彼を勇者としてふさわしくないと感じる者がいるなら、その人が間違ってるですか。そうですよね。私もそう思ってました。天聖教が下した英雄の資格なしというアルバンの評価はやはり間違っている。何か不当な印象操作を感じるのです。これは、まあ、自悪と関係も関わってんのかな。だから私は一度天聖教にも帰り、アルバンの評価を正しいものに求める、改めるよう抗議したいと思います。天聖教に戻った私は導きの天使の禁を破り、アルバンに接触した罪で裁かれるでしょう。それでも戻らなくては。もしかしたら天聖教での彼の評価など他の人にはどうでもいいものかもしれません。かもしれない。それでも正さなくてはならないのです。世界の調和を司る我ら天聖教の天使が世界を救った勇者の価値を見誤るなどあってはならないことですから。もう世界を救ってんだからな。そうだよな。単身乗り込んでどうのこうのってあるけど、でも結局世界救ってることには変わりねえかな。よし、で、ちょっと大事なもので調べてみるか。あ、3つあるもんね。アジールの書を開いた。この本には大魔王に挑んだ勇者と盟友の師弟の戦いと彼らの死、ゼドラ王国の崩壊、そしてグランゼドーラ王国の建国について書かれていた。本の後書きにこう書かれている。グランゼドーラはメルザインなる族が、族？亡国の記憶なる怪しげな存在の力を借り、勇者もそれと偽ってそれ、あーれーあ、こんなこと書かれてんだ。やがて来たら次の世界の危機に人々は思い知るだろう。グランゼドーラ初代王がついた嘘の重さを。いやでもな、この本には二人の勇者とその仲間たちが始まりの大魔王を倒すまでの物語と、その後起こる人間同士の争いが書かれていた。まあこれは知ってるもんな。アルバン。この本にはアルバンの幼い頃から盟友を得て不死の魔王を倒すまでの物語が詳細に書かれていた。最後のページにはこう書かれている。アルバンは真の勇者だった。彼の物語は人々に永遠の希望をもたらす。導きの天使ヒースビム。だから、まあギルガランもそうだったけどさ、個人を選んだ人はそれはそれで正解だったと思うんだけどね。よ、おかえり英雄さん。そんで勇者の資料は返してもらえたんですか。いい、返したぜ。返してもらったぜ。どうぞ。ローネニュースにアシュレイの書、アジールの書、アルバンの書と天使の資料カードを渡した。無事返してもらえたんだな。ありがとな。そんじゃ面倒だが、これらの歴史書を参考に先代勇者の歴史書を書き始めるか。あ、じゃあアルバンのさ、あれ変わってるかな。あ、なんか一冊多いみたいだ、多いみたいなんだが、アシュレイの書、アジールの書、それとこれはアルバンの書。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃだよな。オイラが書こうとしていた先代勇者アルバンの歴史書がすでに出来上がってるじゃねえか。今、地団駄の踏み方お前。
内容も完璧だ。勇者アルバンの奇跡とその時代背景がバッチリ網羅されてる。これ以上何も書き足す必要がねえ。おっとすまねえ。勇者の歴史を取り返してもらった例だ。受け取ってくれ。アルバンだぞ。うわお前最高かよ。あーすげえいいもん漏れちったじゃん。あ、そっか、これももらえるんだ。いやほんとよかった。実はよ、勇者アルバンって転生教に資料が全く残ってなくて、こんな少ない資料で歴史書が書けるかってなってたからほんと助かったぜ。さて、勇者の歴史書が全部返ってきたし、高額のためにも歴代の勇者について勉強しとこうかな。これさ、ちょっと待って、確か聖天社にあるんだよね、聖堂広くという導きの天使。うん、そうだね、世界を守った青年である。あれ、はあ、やっぱ変わってる。彼の魂を転生教に招くか否かの聖堂会議では、不死の魔王に単身で挑んだことが争点となったが、結論としては迎え入れることに決まった。迎え入れることに決まった。しかし結論を出すのに時間をかけすぎたため、魂の回収に失敗。勇者アルバンを英雄とすることは不可能となった。そっか。うわ、よかったな。ああ。そっか。アルバンも認めてもらえたんだな。あ、それは嬉しいな。